何があったんだい？母ちゃん。俺、友達を助けてやりたいんだよ。でも、どうしたらいいのかわからないんだ。もしもし。母ちゃん？もしもし。やった！天国？残念。スラムの教会。ん？天使？私、エアリス。君、降ってきたの。あ？びっくり。あんたが助けてくれたんだ。別に。もしもーしって言ってただけ。本当にありがとう、エアリス。俺、ザックス。なんか、お礼しなくちゃな。いいよ、いいよ。そうはいかない。お、なあ、デート一回行ったのは？何それ、バッカみたい。え？はぁ。ストップ！お花、踏まない！なんだ？花、あったら気をつけるでしょ？普通。悪いな。普通じゃないんだ。あれ？花なんて珍しいな。ミドガルじゃ高級品だぜ。ここだけ咲くの。うちの周りに植えたのも元気に育ってる。俺なら売って金にするね。ミッドガルは花でいっぱい。財布はお金でいっぱい。ミッドガル、お花でいっぱい。財布、お金でいっぱい。考えたことなかった。ソルジャーって会ったことある？多分。幸せなのかな？どういう意味？子供たちの憧れ。世界を守るヒーロー。でも、普通じゃない。よく知らないけど、特別な手術受けるんでしょ？らしいな。普通が一番幸せ。私、そう思う。ソルジャーって、なんか、変。そっか、変か。それに、怖い。
戦うこと大好きなんだよ。俺ソルジャーなんだ。ごめん。綺麗。顔瞳気に入った。だったらもっと見てよ。魔光を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。もう空みたいな色だろう。うん、この空なら怖くない。確かに俺の周りは普通じゃないことばかりだ。エアリスは？なんか問題あるのか？今日は穏やかな一日かな。そう思ってたら空からソルジャー降ってくる。そんなに悪いことじゃない。うん。ザックス、今すぐシンラビルに戻れ。ジェネシスが攻撃を仕掛けてきた。わかった。行くところできちまった。じゃあ私行くね。また会えるよね。もちろん。助かるといいね、お友達。え？うなされてたから。うん、大丈夫さ。今はそんな気がする。力を貸してくれ。どうだろう、あんたが考えてること全然わからない。実は俺にもわからない。時々頭の中に霧がかかったような感じになるんだ。でもな、たとえどんな状況でも俺は誇りを持たなくてはいけない。このバスターソードが共にある限り、ザックス、俺と一緒に戦え。敵は世を苦しめる者すべてだ。力貸してやる。あそこまで運んでやる。いいって。飛ぶのはいいもんだぞ。
噂をすればだ。ホランダーの命令か？ホランダーに従えば劣化が治るとでも思っているのか。哀れ、実に哀れだな。くっ、ジェニス。二流科学者に劣化を治せるわけがない。もうやめろ、ジェネシス。ほう、これは珍しい。君よ、因果なり。夢も誇りもすでに失い、女神引く弓よりすでに矢は放たれて。ホランダーのモンスターが勢ぞろいだ。黙れよ。ラブレス第4章。親友同士が決闘を申し込むシーンだ。古来より伝わる叙事詩、研究の役に立つかと読んではみたが、くだらん。決闘の結末は不明。最終章は欠落し、未だ発見されていない。結末は諸説ある。果たして女神の贈り物とは俺たちにとって何を意味するのだろうな。おい、待て、ジェニス。復讐に取り憑かれたる我が魂、苦悩の末にたどり着きたる願望は我が救済と君の安らかなる眠り。また召喚しやがった。ザックス、任せたぞ。お前なら倒せる。置いてくな。待て、こら！エアリス？あのさ、後で電話するよ。お客さんが来てるんだ。お客に失礼のないようにだとさ。
ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。